その時には、絶対安全であると判断をして、そういう歩行訓練に、入ったんですけども、雪崩の危険性については前日にテレビ塔で雪崩が発生するかもしれない状況であるというのは、認知はしていました。で、その日にはなので、もちろんそれも含めて登山というチャンスを目指すということは基本的に、無理だろうという判断にもなりますし、歩行訓練についてはスキー場の雪崩が起きやすい地点というのを私たちの中で認知していた部分がありまして、そこに近づかないということで大丈夫であろうというふうにその場では判断をしました。はい、最終的に誰の責任でラッセル訓練を決めるか。正直私は委員長を任されています。で、今度私が副委員長の菅又教諭というのは私よりも山の経験はずっと長い、海外登山なんかも経験されている非常に山に造詣の深い方です。で、渡辺教諭というのは私の前に委員長をやっていた前委員長で、渡辺教諭も私よりも登山経験は長く信頼できる方です。なのでその2人に相談をして、で、決めたというか、まあ委員長は私ですので3人の話し合って、じゃあそうしましょうという形になった。この判断については今どのように感じますか。正直結果的にその時には、絶対安全であると判断をして、こういう歩行訓練に、入ったんですけども、正直こういう形になってしまって、その判断が今現在は本当に私としては こういう事態に陥ってしまったことを本当に反省しなければいけないというふうに本当に思っています。